スティスハローワールドともいるさかいのジャマイカです。ということで今回はですね、アップデートきましたね。アップデートといえば僕の動画ということで、ね、今回はですね、はい、今回はこういうことアップデート見ていきたいと思います。で、まあ基本的に、まあ1動画1個アップデート見ていきたいと思うんですけども、まあ結構来たね、ポップテピビッグの、まあ、ガチャ来ました。はい。次まして、レジャービッグヘッド来ました。はい。次まして、バトル。これまあ大事なところ何個かありますね。まあ今回の動画なんですけども、こちら手榴弾がまあいろいろと変わりましたね。手榴弾が。はい、ということで今回の動画はですね、まあとりあえず手榴弾の検証をちょっとしていきたいなと思っておりますので、早速皆さんいきますよ。せーの。やっていこうじゃんまいかー。ということで、いきましょう。よっしゃ、着いた。ちょ、見て。見てくれ。見てくれ、この鬼の三端末操作。頑張るわ。ちょ、今回頑張るわ。三端末、やばい、友達いなさすぎだろ、さすがに。さすがに友達いなすぎだろ、僕たちは友達だよってか。嬉しいこと言ってくるぜ。悲しい、悲しい男で。グレネードまず集めていきたいと思います。よし、こんなもんでいいかな、こんなもんでいいかな。でさ、ちょっとさ、いつかの動画であげたんだけど、ちょっともう一回これだけは重要なんで言っとくんですけど、このグレ持った状態で走る。グレ持った状態で走るときと、グレを持ってない状態で走るとき、走る速さが一緒なので、これね、まじグレ持って走った方が得です。急に投げれるんで。なんなら多分ね、木とか持ってた方が得なのかな？ちょっと待って。はい。ちょっと追いかけるわ。はい。ほら。速さ変わんないでしょ？これ速さ変わんないんですよ。まあ、なんで、そのグレ持ったり、木持ったりしながら走った方が、とっさに投げることができるんで、まあ、常に、なんか持っといた方がいいですね。まあ、ただ、武器持ってる時はね、武器持ってる時はやっぱ遅くなっちゃうんで、普通にこうやって走ってるよりか、武器持ってる方が遅くなっちゃうんで、まあ、そこだけ注意ということでね。まあ、グレか、木は持ってんだよ。走った方がいいですよ、というお話でした。ということで、早速ちょっと検証の方に移っていきましょうかね。ということで、グレ分配しますよ。はい。じゃあ、君は可愛いから、5個。はい、5個あげちゃう。5個あげちゃう。はい、よかったね。5個あげちゃうよ。はい、よし、で、君は、そうだな、1個だ。ありがとうございます。これ一人で茶番やってると思うとなんかなかなか、なかなかきついでしょ？そうなんです。きついんです。ゲーム実況者って。まあ、てことで、ちょっと投げていこうかな。ちょっと投げていこうかな。じゃ向こうサイド投げていこうか。じゃまず、自分が投げたグレ。まず自分が投げたグレどうなるのかっていうのをちょっと見ていきます。せーの。はい。はい。自分が投げたグレは、自分もダメージを食らうので、赤く表示されてますよね。はい。赤く表示されます。で、前のアップデートかな？ 1 個前のアップデートから、この投げた後も秒数のカウントが表示されるようになって、あと2秒で爆発、1秒で爆発、はい、爆発、っていう感じになりました。まあ、何が変わったのか。まあ、1個前のアップデートのやつも僕紹介してなかったんで、ちょっとまとめて紹介しますね。グレ何が変わったのか、最近ね。最近で何が変わったのか。まあ、基本的にこの秒数がずっとカウントされてるのと、あとどこにグレが落ちてるのかがわかる。ここですね。どこにグレが落ちてるのかがわかるっていうのと、あとはダメージを食らうグレネードの色がわかる。赤色なんでダメージこれは食らうぜっていう感じになってますね。で、この赤いのは別に距離が近いから赤いってわけじゃなくて、普通にダメージを食らう自分のグレ、そして敵のグレネードのみこれ赤くなります。で、例えば、こちら、味方、これですね。味方、一個横の味方が、ちょっとグレネード投げるんですけど、こいつが投げるグレネードは、ほら、緑です。これはね、ダメージを食らわないグレネード。ということなので、まあ、例えばね、こいつが投げたグレネードのとこ、ちょっと行ってみますか。ちょっと食らってみようか。よいしょ。はい、投げてきた。行くぞ、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 これ緑色なので、ダメージを食らいません。味方が投げたやつなんでね。はい。っていう感じになってますね。これが一番でかいアップデートかな。で、その代わりに、味方が投げたグレネードはダメージを食らわない緑色になっている代わりに、この敵が投げたグレネード、この、これですね。この敵が投げたグレネードに関しては、場所は表示されないんだよ、最初は。なんだけど、近づくと、ほら、ダメージ食らう範囲に入ると、赤く表示される。っていう感じになってますね。これちょっと紛らわしいね。ちょっと紛らわしいんだけど、まあ、なんだろう。まあ、イメージ、自分が投げたグレネードは、範囲がわからない。当たる範囲がちょっとわからないっていう感じになってますね、多分。はい。ほら、当たる範囲変わらないから近づいても。このマークは変わらないんで、わかんない感じになってますね。ちょっとここ難しいかな。ちょっとなんかわかりづらい。グレネードのちょっとアップデートしてわかりづらい点なんですけども、まあ、こういうアップデートになってます。グレネードの変更点は、こんな感じになっております。これもバグだな。ちょ、さ、この人さ、グレネード構えてないんだけど、今さ、持ってないの、グレネード本体。
自分で操作してるアカウント持ってないんだけど、これ持ってる判定だね。なんか持ってる構え方、カンフーの達人みたいな構え方して。グレードなんか持ってる構えしてるけど、実は持ってないんだよね、これ。僕の操作してる端末では。なんでこれもバグですね。まあ、ちょっとついでに今ちょっとガソリンを見つけたので、ガソリンの効果範囲みたいなのをちょっともう一回見ていこうかな。ついでにちょっと見ていきたいと思います。よし、見ていきますか。まあ、ガソリンについては、その爆発、まあ、手榴弾とは全然違うから爆発範囲とかも多分表されないんだけど、これは敵が置いた場合ね。こっち敵が置いた場合ね。これで範囲が変わるか？これ範囲出るかな？ちょっと見ていこうよ。さすがに出ないね。さすがにガソリンを置いた場合では、グレの、爆発範囲、爆発範囲入ってますよマークみたいなやつは出なさそうですね。ちょっとさっきのやつの補足なんですけど、自分が投げたグレ、多分見てた人はわかると思うんですけど、自分が投げたグレの、赤いマークの大きさは一定で、ちょっとデカめ。一定でちょっとデカめですね。なんですけど、敵が投げたグレードについては、マークがちょっとちっちゃいのかな？近づくとでかくなるけど、マークが若干ちっちゃく表示されるので、それだけで、まあ、判断していくのがいいかなっていう感じですね。まあ、なるべく自分が投げたグレネードは、見失わないようにするのがいいと思います。はい。ただそれだけですね。まあ、それが一番見分けやすい方法になるんじゃないかなと思います。まあ、ってことで、ガソリンの爆発範囲ですね。なんか少なくなった、ちっちゃくなったみたいなことが書いてあったので、ちょっとそれを見ていきたいんですが、どうなんだろう。どういう感じなんでしょうね。今までの爆発範囲とかがちょっとわかんないから、一個撒いてみる？あ、これは変わんないか。これ変わんないわ。爆発範囲ちょっと見ていきたいと思います。一応誘爆させて、どこまで食らうのかっていうのを見たいんだが、ここは食らうか？お、食らわないね。結構近かったくない今。結構近かったけど食らわなかったね、今ね。ここ。10メートル。だいたい10メートルなんだけど、食らわなかったね。10メートルで食らわない。ノーダメージなんだ。よし、これ7メートル。7メートルでちょっとやってみたいと思います。さっきは10メートルで食らわなかったけど、7メートルではどうなのか。やっていきます。いきまーす。よいしょ。はい。7メートル。ノーダメージ。7メートルノーダメージだわ。待って、どこからが食らうんだ逆に。ちょっと見ていきますね。あ、さっきさ、グレ持って走ってた方がいいって言ったんだけど、ちょ、これね、速さ的にはそれでいいんだ。速さ的にはそれでいいの分かったんだけど、これ、ね、気づいたんだけど、これね、ジャンプした後に、この一回この、ストンが入る。ストンが入るからちょっと不利になるかもしれないわ。これはちょっと申し訳ないですか。ちょっとね、これね、ストンが入るんでちょっと不利かもしれない。わかるかな？微妙な差なんだよね、これ。ほら、微妙な差。まあなんで、若干ジャンプするときには、これグレ閉まってた方が、ちょっとだけ有利かもしれないですね。ただ、速さは変わらないので、そこだけは、あれですね、速さを求めたい人は、グレ持ったままでも全然いいと思います。続きまして、5メートル以内。5メートル以内にしましょう。5メートル以内でちょっと爆発させていきます。あ、食らうね、食らうけど、満タンから半分だな。ま、5メートル以内で満タンから半分しか食らわないわ。全然食らわないじゃん。え、ちょっとこれさ、もしかして確定死なない風になってるのかな？ワンチャンそういうこともあり得るので、ちょっともう一回全回復して、0メートル、0距離でちょっと食らっていきたいと思います。よし、じゃあ最後にですね、ちょっと0距離でやっていきたいと思います。ちょっと、ルーム立て直したわ。グレだけじゃ検証できなかったから、ちょっとルーム立て直したわ。さ、そういえばさ、この服装あんじゃん。この桜舞うやつ。桜舞うやつのさ、見れるかな？あ、見れたわ。パンツさ、なんか前まで灰色だったけど、なんか直ってさ、アップデートで直ってピンクになったの、ちゃんとね。まあ変わらずズボンは履けねえけど、まあ、パンツ切り替えらんねえけど、ちょっとなんかピンクになってね、よかったね、これは。よし！ってことで、最後、こちらちょっと検証して終わりたいと思います。さあ、果たして、ゼロ距離って言ったら1メートルぐらいにすっか。1メートルぐらいにすっか。これで、さすがに死ぬかどうか。検証していきたいと思います。1メートル。いくぞ。さすがに死ぬよな、この距離。さすがに死ぬよな。みんなどう思いますか？皆さんどう思いますか？いきますよ。いきますよ。せーの。でん！おぉ！よかったよかった。なんかさ、グレネードさ、ちょっと申し訳ない。最後っつって申し訳ない。さっきのが最後っつって申し訳ないんだけどさ、グレネードさ、当たった判定さ、なくなったね。なくなったよね。なんかさ、グレネード当たった時さ、なんか真ん中の照準がなんか、ブワってちょっと赤く開く感じがあったと思うんだけど、前のアップデからそうなのかな？わかんないけど、アップデの
せいでグレネード当たったかどうかが分かんなくなりましたね。それも新しいアップデート増えたところかもしれない。これまず注意点ですね。よし、ってことでちょっとやっていきますか。さっきは1メートルで死んだんで、で5メートルで半分とかだったんで、4メートルいきますか。4メートル、はいはい、死にません。あ、ちなみにガソリンってベストとか関係ないんで、これ耐久とか減ってないと思うんですけど、これベスト関係なく貫通します。貫通ダメージです。さっきの感じで言うとさ、多分3メートルも死なないよね多分。いやどうだ、いやどうだ、2メートルもギリ死なない気がするんだよな。ちょっと撃ってみていい？2メートル、2メートル撃ってみていい？2メートル、いきます。2メートル、はい、2メートルも死なないわ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ死ぬのはガソリンで死ぬ範囲は1メートル以内からということが分かりました。はい、ということで、もしこの動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価の方していただけるとありがたいです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。